るか待ってね。いやー、つながったー。おつー、おつー、よっかっちゃん、おつー。ごめん、ちょっと遅れました。1分ぐらい。ちょっと電波悪いわ。どっち、ね、ちょっと電波悪いね。絶対涼かやん。勘弁して。うん、多分そっち違うんだよな。ちょっと待ってくださいね。位置変えてます。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ちょっとなんか始まりました。始まりました。じゃあ挨拶しとく。しちゃう。まあまだ早いか。ちょっと早いですかね。みんな集まったかな。まあ待っててくれた方は多分もう今もう見てるか。まあつなぎも一本くれたしね。いやまあほんとすいません。じゃあ挨拶し、いきます。つなです。りょうかです。二人合わせて、二人合わせて、つなりょうかです。どうもどうも。はい、ということでね、今日は僕が進行を務めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、勝手ながら今日僕髪型決まってないですか、はい、電波悪いか。電波結構めっちゃかっこいいでしょ、うん、もうちょっとでも離れて見えない。あーごめん。あ、いい感じいい感じ。やばくない？伸びたね、髪の毛。めっちゃ伸びた。全然切ってない。あのね、あれなのよ、なんかの長い方が反響が良くてさ。そうなん。そう。でも自表を自分で縛ってるのが一番いいんでしょ。あー、うん。自称ね。見たい見たい。縛ってるの見たい。うん、今ねの、あの、育成中。ほら。うん。で今一番中途半端な時期なんだけど。なんでその悔しい顔してんの？なんか今日さ、うわ、なんか今日メイク違くない？あ、でも濃いかも。はい、やっぱりね。どこ違うか当てていい？うん。近づいて画面に。あー、まあアイシャドウがまず違うわ。でしょ？合ってるでしょ？うん。うん。ねえ、回収して。ねえ。何が回収して。何が近づきすぎとかあるじゃん。ずっとやらせないで、しんどいしから。わかりづらいわ、ごめん。お前、ボケが下手。ボケが下手だとした。ボケが下手。やめてもらっていいじゃん。逆に俺からやめていいじゃん。やめてください、するの。はい、ねえ、ちゃんとして、本当に。あ、わかりやすく。すいません。ごめんね、なんか。うん。見して、早く。もうええて。はい。全然違うわ、てか。どこが違うか俺もわかんないけど。なんか、今日リップ濃いかも、でも。はい。思ってた。はいって何？言えてないんですか？はいって何？思ってた。はい、それで今日は何をしますか？あ、いや、どうも。今日は別に何も考えてないです。別に考えてきた？逆に。え、ワードウルフやろうよ、ワードウルフ。え、バカなの？え、ワードウルフ2人でやるつもり？うん。え、それってさ、どっちが狼とかわからないじゃん、1対1だったら。うん、3人以上いないとできないのよ、ワードウルフって。え、そっか、バカ、もしかしてだけど。
そっか。うんうんうん。そう、分かった。じゃあ、ワードウルフで、相手のお題を当てるゲームは？それはだってさ、いや、俺だって言わないもん。俺すぐだって嘘つくもん、そしたら、それだったら。あ、分かった。あれやろ？あれ、言ったらダメなやつ。NG ワード。はい、やろやろ、NG ワード。あれなしね。前に女子3人で、4人でやってた時の、滝の W みたいな。あれなしだよ。うん、なしだよ。あれなしね。オッケーオッケー、いいよ、やろう。いいよ、じゃあ、ちょっと待って。ちょっと一応これ、コメント固定しとくわ。何にしよっかな。何にしよっかな。どうしよっかな。待ってください。どうしようかな。俺さ、俺下手なのよこれ、すんげえ。あ、男子面ですぐ終わってたよね。そう。私強いから。まあ、見てる感じ、ジョーカーもそんなうまくなかったからボコボコにするわ。申し訳ないけど。え？それで整理とか別に関係ないから。ちょっとごめんごめん、電波悪くて何も聞こえないわ。あ、本当。うん。それは本当のやつ？どっち？嘘。ねえ、言い過ぎた。どうしようかな。ちょっと、皆さんネタバレしたらいいですよ。あれ、なんか、接続詞みたいな話ね。だけど、みたいな。だが、とか。ね、分かってる。でもさ、とか、なし。分かってるよ。ね、分かってるよ。頼むよ。え、じゃあ、待って。マジ？はあり。例えばね、書かないけど、さすがに。いや、ありにしようよ。さすがに書かないでしょ。いや、書かないやか。さすがに書かないでしょ。でも、マジとかありにしようよ。いいよ、わかった。うん。俺、決まった。私も決まった。いいよ。じゃあ俺目つぶっとくわ。分かった。あ、やばい、反転してる、ごめんなさい。あ、そうじゃん。こうです。みんな覚えちゃダメだよ。これです。はい、オッケー。本当に伝わったかな。あ、向ける。うん、じゃじゃーん、オッケーですっていうコメントが来たらどけて。分かった、 OK ですっていうコメントください。見えなかったら見えないですってちゃんと言っていいですよ。いや、ね、書かないで、書かないで。 OK、 OK、 伝わってよ。だって OK、 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 今コメントに流れてないよね。ちょっと待って。俺は目開けて。コメント見ないようにしてよ。コメント見ないようにしてよ。 OK、 いて、目開けて、えて、ね、目開けて、えて、いいね。いくよ、つぶって目、了解、うん、はい、いきます。見えるかな、多分。はい、 こっちから。はい、伝わった。 OK ください、伝わってたら。ん、皆さん、ああ、はいはいはい。ああ、はいはい。はいはいはい。G、綺麗、くさくさ。ありがとう。いいわけで。いい？いいよ。これは、自分は言っていいんでしょ。じゃないと、俺多分気づかない、自分が言っても。で、多分、指摘するやつもいないから。確かに。チームいないから。言わせるだけ。じゃあ、自分、言っていいことにしよう。うん、待って、ちょっと待って、 G キレっていうコメントがすごいちょっと流れてきてるから、これは読まないといけない、G キレ、つなぐ。なんで G キレって私の時言ってくれないの？まあなんか、でもまあまあそういうこともあるよ、人生、しょうがない。え、おかしいな。全然しょうがない、それは。うん、まあそうだね、仕方なくはないけど、まあいい。よーい、スタート。今日何してたん、りょうか。
今日？うん。今日ワークショップとかだった。ちゃくんは？俺は今日は取材だった。ああ。うん。うん。いや、そっか、お疲れさん。お疲れ、お疲れ。うん。お疲れ。今日疲れたな。あ、見て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 。何？これ何だと思う？お、腕輪じゃん、腕輪。いや、別に。いや、え、かわいくない？腕輪かわいい。もらったの、これ。マジ？誰にもらったの？プレゼントに。誰に？つなく。俺か。うん。全然、どういたしまして。逆ね、ありがとう。逆ね。イエーイ。イエーイ。逆ねだったの？違うよ。何？皆さん言ってあげてください。コメントで教えてあげて。ね、ありがとうか。そう。え、つなくん言ったって何？俺も言ったの？え、嘘、つなくん言ったの？え、りょうが何だったの？マジ？俺マジっつった？あ、ありがとうは言っていいんだよ。ねえ、え、皆さん、どっちどういうこと？俺がマジって言ったってこと先に。多分そういうことはね。つなぐ言ったんだって。まあでも、まあまあでも、りょうが気づいてなかったから。まあ。気づかなかった。つなの勝ちやな、普通に。いや、私の勝ちでしょ、どう考えても。あ、ほんとだ、マジって言ったって。ちゃあ、ちょっと待って。あれ、待って。あ、マジって書いたんかい、そして。うん、そうだよ。だる。めっちゃだるいじゃん。めちゃめちゃだるいじゃん。やった、私の勝ちだ。みんなありがとう。マジ、誰にもらったのって言ったよ、だって。あー、もう俺ね、マジってめっちゃ言っちゃうのよ。もう接続詞のようなもん、俺からしたら、マジって。いや、でも、いいって言ったよ。じゃあ、次ね、次。仕方ないから。あ、いや、1ポイントあげるよ、じゃあ、しょうがないから。しょうがないから、もう一回やってあげる。りょうか、電波悪いってよ。嘘、電波悪い？うん。じゃあ、回線悪って、ちょっと頼むぞ。何してんの？嘘、電波悪い？ちょ、何してんのね。ちょ、直しといて。ちょっと俺、エアコンのリモコン取ってきていい？うん、取ってきて。ちょ、待ってて。あ、戻ったって、やった。ちょ、つなげといて。止まる？どっちどっち？直ったの？どっちどっちどっち？ねえ、何言ってんの？今は大丈夫だよ。よかった。次悪くなったら、じゃあまた教えてください。どうしようかな、じゃあ。つなくんが今いないから、なんて書く？なんて書こうかな。ああ、なるほどね。どうしようかな。あ、ドッキリ、つなくんにドッキリ。え、何ドッキリしよう。え、何ドッキリしよう。あ、わかったわかった。つなくん戻ってきてもう気づかないドッキリします。こうへいくんたちもしてたよ。ずっと戻ってこないなーってうーん、何書こうかな。じゃあ言われたい言葉書こう。言われたい言葉。よし、オッケー。ケイト指ドッキリ。確かに。あ、みんなちゃんとコメント欄。さあくん、どこ行っと？なんかね、リモコン取りに行ってるみたい。なんかエアコンの。あ、リモコン出た。
ミルド早く来て。ね、本当に早く来てって感じだよね。遅いよね。ヤッホー、どういう状況？今は、スナ君がエアコンのリモコン取りに行ってる最中。ヤッホー、お待たせ。みんななんか、スナ君遅いね、遅いね。なんかみんな質問とかあったら言ってほしいな。全然質問とかは全然僕も拾います。早く書く。つままだ何書く。あ、もう書いた。後でみんなに見せるね。またやってんのかよこれ。つなくん遅いね。遅いね。またつなこないドッキリしてんの。つなくんまだ、つなくんまだなの。なんか皆さん遅くない。ちょっと早くしてほしいよね。正直俺飽きました。それもう遅い。収集つかんし。これりょうか、今俺の声聞こえてるんだもんね。知ってる、俺の声聞こえてるもんね。俺はこれもう全然責任と取らないから、りょうかちゃんとこれ面白くちゃんと落ち着けてね。じゃあ分かった。みんなコメントつけてるばっかじゃん。謝るんだな、今だよ。今謝れば俺は許してあげる、全然。うん、面白くしてあげるから許してあげる、今ならね。つなぐん、この遊び遅い。あ、オッケー、そういう感じね。ケイトって呼んで。オッケー。確かに、つなぐん戻ってきたら、ケイト呼びドッキリやっちゃう？オッケー、全然見えてないんだ。画面見えてない感じか、これじゃあ。なるほど。そのね、大丈夫そう。ごめんね、そのね。見えてない。一人でめっちゃ喋っちゃった。リモコン捨てた？ね、捨てたのかもしれない。ゴミ箱まで取りに行ってるのかも。え、ここまで近く行っても見えてない。ツナまだ遅いだって。声も聞こえてない感じ？ツナ君遅いよ。何してるんだろう。そういう感じ？オッケーオッケー。マジか、まだ聞こえてないか。携帯呼びドッキリして。着替えまでしたんだけど、全然。携帯呼びドッキリするね。そういう感じか。早くまだかな。オッケー、はい、来ました。ケイトドッキリか。ちょっと練習していい？お待たせ。つなくんのことケイトってまで呼んだことないから。うんうんうん、いいよ、全然いいよ。え？全然いい。あ、ちょっとダメだ、恥ずかしくて言えないかもしれない。言えよ。言えよ、そこは。なんてさ、名前呼ぶってどういうシチュエーションで名前呼ぶかな？ちょ、まだやってない。つなぐ遅かったねみたいな感じで、ま、けど遅かったねみたいな感じする。いつまでやんねん。いつまでやんのこれ。ちょっと地獄だ。つなぐん。おお。お待たせ。やっと出てきた。ごめんごめんごめん、申し訳ない。お待たせしました。申し訳ない。マグロくん遅いよ本当に。つなね。めっちゃ待った。つなね。つなね。その前だけなんかずっと俺のことさ、マグロくんって言うけどやめて。全然誰も受けてないから、マグロくんの日、うん、誰も受けてない？いや、誰も受けてないって言われちゃったんだけど、皆さんどう思います？なんか、この世の中には冗談っていうものも存在するのよ。うん、え、つなくん、つなくん、この世の中には冗談っていうものが存在するんだよ。何それ、どういうお笑い？その俺の子というのをこうやってリピートするの。あ、ただいまです、ありがとう。あ、面白いよって。マグロ最高です。いや、マグロじゃないんでやめてもらって。よかったね、マグロくん最高だよね。受けてるよ、りょうかちゃんだって。なんか俺が敵、なんか敵になってんじゃん。お前のせいで俺が敵になってんのよ。頼むよ、うん、本当に大丈夫です、ちょっとみんな受かってるよ。あ、今日は牛乳じゃないの？牛乳じゃないよ、いつも牛乳飲んでるじゃん。飲んでねえわ。この前もカラオケスタライブで牛乳飲んでたじゃん。ああ、だから口臭いんだよ。黙れ。俺と二人のインスタライブでもそれ言うんだな。オッケーオッケー、そういう感じでオッケー。いや、ちょっと何してるか分かんない。何それ。なんかさ、助け合いって大事じゃん、インスタライブって。特にこのインスタライブっていうこの空気で、やっぱこういうね、このたくさんの方が見ていただいてる中で、やっぱそこでフォローしてくんないと、俺はもうじゃあもう拾わないよ。じゃあもう一回やって、じゃあもう一回やって。やったよ。ダメダメで。あ、今日はもう。ごめん、無理。じゃあ、NG ワードします。目つぶって。あー、早っ。でん。ででで。うんうん。でででん、はい、よし、オッケー。
あ、目開けていいですよ。本当にコメントに流れてこない？うん、大丈夫、多分大丈夫。みんな言わ、書かないでね。はい、次俺。うん。書いてないの？書いてないのか。ごめん。書いてないか。待って、確かに。書いてないよ。書いてないのか。書いてないよ。ちょっと待ってね。じゃあ、りょうかちゃんも字綺麗です。やった、ありがとう。え、とかね、私ちょっと、じゃあ、そんなに字のこと言われるんだったら。はい、お礼も言っていい？あ、いいよ。え、目、あ、つぶってるか。見えないかな？あ、これいらないわ。こっちね、こっちから。ドゥーン。わかりましたか？わかったらわかったって言ってください。オッケー、オッケー。いいよ、開けて。よーい。スターティー。え、てか今日何？レッスンとかだったの？ワークショップ。ワークショップか。その監督さんみたいなってこと？監督さんの。そう。いいなぁ。俺ワークショップさ、なんか、苦手なんだよね。あ、なんかさ、わかるかも。最初苦手だった。初めましてやん、全員。うん。で、俺もその、人見知りだから、その環境が無理で。うん。レッスン、なんていうの？事務所のレッスンとかだったら、知ってる先輩後輩とできるから、ええやん。うん。だからワークショップは、俺は、なんかあんまこのまま行かなきゃいけないっての分かってるんだけど、そう最近そうあんま行けてないだからそういうの。分かる分かる。最初は憂鬱だった。え、楽しかった？うん、でも今日は楽しかった。最近楽しい。今日は何したの？エチュード。おお、楽しい。エチュード楽しいよね。どういうお題だったの？なんか場所だけ設定されてて自分でやるみたいにね。この会話楽しい？ん？ん？この会話楽しい？いや、なんか楽しいか楽しくないかで言ったら別に楽しくはない。全然1ミリも。今日一楽しくないこの会話。うん、だって振ったんだもん。つな、人見知りなの意外だって。嘘。いや、めっちゃ人見知りだね俺は。ちょっと俺お題ミスったかも。引き出せないわこれ。いいねえね、この髪型どう？いいんじゃない？似合ってる？うん、うん、とてもグッド。つなくん、今日のりょうかちゃんどう？だって、え、とてもグッドだと思います。どうせそっち系なんだろうな。だっこいつちょれぜ。ネイル見せて。はーい。かーわかーわかーわね、かわいいっしょ。かわいいじゃないの、もしかして。え、違うよ。あ、違うんだ。はず、なんか、うん、ずっとかわいいだと思う。はい、出たー。かわいいじゃないです。あ、かわいいです。なにこいつ。可愛いじゃないの、もしかして。だって可愛いって言ってるから。だから思うなら言うな。しかもイエーイ、可愛い。誰は全然楽しくない。ごめん、全然楽しくないわこれ。やめやめ。NG ワードやめね。はい、つまらない、やめます。ホワイトボード片付けます。はい、 OK。 よいしょよいしょ。何やこのしょうもないゲーム。はいはい。うん、ちょろ、ほんとちょろいだよ。いや、さすがに、いや、逆に違うのかなと思って。ここまで分かりやすく仕掛けてくるやついると思って。え、じゃあ今日の髪どう？かわいいしかないよ、そんな。なんだよ。いいじゃん、別に。
そうだよね、罰ゲーム必要だよね。罰ゲーム挨拶してよ。いや、決めてないやんだって、罰ゲーム。ツナツナビーム。やんなよ、いい。マジで減るよ。いいよ。ちょ、これほんと100発100中で減るのよ。今 1.7万人になるの。違う。みんな、多分きっとこう乗ってくれてんの。で、わざと抜けてきて戻ってくれてんだよ。でもじゃあ、もう戻ってこない。いいよ、見たい。私が見たい。見たい？分かった。じゃあまあ、了解だけにやるわ。じゃあ、それ以外の人、目つぶって、今、目つぶってください。ほら、やるってなってすでにちょっと減ったのよね、今。わかる。これが、ナズナビームの呪い。うん。まだでもやってないから。まあ、そうそう、まだ減るかもしれないからね。うん、一応やっとくわ。ポリポリポリ、ツナツナビーム。皆さん、なんか質問ありますか？なんか質問とかあったら俺全然拾うんで。あ、言ってんの？何人に言えたよ。え、何？何起きた？めっちゃ逆に増えたじゃん。なんか逆の展開されたわ。はい、質問拾ってこい。じゃあこれからやる。同じ人を二度過ぎになってもいいでしょ。ごじてるよ。好きにね。好きになってもいいのでしょ。え、いいでしょ。この前全く同じ質問拾ったわ。公平とやったとき。じゃあなんでもう拾ったん今。うん。適当にスーポンってやっただけだから。いいと思います。いいと思います。すごくいいと思います、僕は。はい、最近聴いてる曲ありますか？うん、ありますか？え、いっぱいあるかも。最近はえ、なんだっけ、お女の子は泣かないっていう曲と小田和正さんの笑い方下品だからやめてそれ。ねえ、ひどい。普通にやめて。普通に笑ってんのに下品って言うの？傷ついた。なんか冗談じゃん。冗談だよね。ごめんごめん。オッケー。で、小田和正さんの確かなこととか、あと真夏の果実とか、あと小袋さんの未来とか。未来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 。ああ未来。未来。こっちの未来。ああはいはい。うん。あとは雨と僕の話。ああバックナンバーさんね。とか、あと、ほら、ひどってみんな言ってるよ、ほら、下品って。ほら、ひどいって。あとは、まあ、恋愛ソングめっちゃ聞いてます。マグロくんは？なんね。ね、マルシーさんとか。ああ、イソラ？そう。好き、私も。あとなんだろうな。その辺だな。なんか俺流行ってる曲、最近さ、ダイスさんのシトラスだっけ？うん。あれめっちゃ流行ってたやん。だって聞くと分かんない、うん。何でバズったか分かんないけど。あれめっちゃ聞いてた、最近。次。全然レスポンスしてくんないやんけ。全然。あ、前オンリーワンも聞きます。お、面白い。前オンリーワン2人と付き合いたいです。どういうこと？3人で付き合うってこと？いや、ちょっとよくわかんないわ。どういうことですかそれは。3人で付き合うってことかな。え、どういうことですかそれは。いや、どっちか選んでもらわないと困る。うん、じゃあどっちか決めてから、ちょっとコメントしていただいて。うん、ちょっとどっちか決めてほしいな。うん、ダイスファンなので嬉しい。だってうん
スナンね。あ、そうですそうです、マグロケイトくんです。スナンね。お互いの尊敬しているところ、ちょっとね、このインスタライブ内で終わらないかもしれない、いっぱいありすぎて。あー、でも俺もそうかな、終わんないな。まあでも一応言える範囲で、言える範囲で言おうよ、うん、言える範囲で、うん、言ってよ、言える範囲で。尊敬しているところ、うん、とね、面白いところ、うんうん、で、あとは？え？出ないなあるよ、いっぱい。気を使えるところかな、さりげなく。気使ってるのは気づかせないで気をつけるところ。これさ、取材でも言ったよね。取材で俺がもう5分ぐらいずっと気持ちいい時間ね。ヤフォーレオンラインイベントで取材があったんです ね。で、まあ、俺と涼香で、まあ、それぞれの成立したところで取材があったんですけど、何の質問だったかな。ツナ君のいいところ、いいところみたいな、ツナ君の気になったなんかきっかけみたいな、うん、あ、そうだねそうだね、質問で涼香が5分ぐらいずっと素朴のことを褒めてくれるし、間違えちゃったよね、やっぱり。さすらに僕がずっとニタニタするっていう時間だったよね。うん、うん、あ、見たよ YouTube。 ありがとう。ちょっともう俺引けそこ、自分で見て恥ずかしかったなあれ。まあでも一個ちょっとまあ文句を言いたいというか。え、何？まあ、10分弱の動画だったんですけど、はい、本当に9分55秒は僕すごくずっといい気分で俺のために切ってくれたと思って、うん、中3の時も好きな人のためにショートカットにしてるって。あ、そうなんだ。あ、そうだったんだ。俺違うの聞いていい。ああ、あ、まあまあ、しょうがないか。あ、ちょっと。違う。聞いて。何？なんか、ここまで短くしたのは、つなくんが初めて。ああ。ちょっとキュンポイント1個言って、今。うん。つなくんが初めてってめっちゃいいわ。だってみんな。でも、女の子、女子の皆さん、好きな人がいたら、その人の名前、何々くんが初めてって言ったらキュンってします。だってでも初めてとか言わない。なんでやねん。あとは、うん、面倒見がいいところかな。面倒見がいいけどちょっと自分も面倒見てほしいところあるところ。あ、俺もってこと？うん、ないけどね。あるよ。あるんか。あとは、優しいところって言った？言ってない。優しいところ。うん。まあまあまあ。あと、なんか、豆そうなところ。豆そう？うん。連絡とかってこと？なんか一個一個覚えてそう。あー、それに関しては違うわ。なんか否定された今、どうしよう。いや、俺のことだから言わないといけないじゃん、待って。まあ、なんかいろいろ覚えてそうイメージ、うん、でも正直会話の内容とかほとんど覚えてくれてないことが今まで多々あった。あ、そう、そういうこと。なんか言っても、え、そんなことあったっけっていうのはちょっとあった。なんかその彼なんていうのは、その LINE とか連絡とか、うん、そういうのはもうめちゃめちゃにマメなんだけど、そういうなんてちょっとした会話あんま覚えられないっていうか、まあ、大事な会話。記念日とかは？あ、記念日は死ぬほど大事にしちゃう。うんうん、
どういうの覚えてきてくれ、覚えてくれそう。覚え、そんな毎月なんか、えげつないパーティー、ありがとうみたいなことはしないで。やってももう1年とか、やって半年か、うん、半年1年とかだけど。そうだね、あんまり、高校の時とかはさ、うん、周りの友達とかもさ、結構、毎月なんか、プレゼントあげてる人とかいなかった。あ、いたかも、あ、いたね、いたかも、毎月記念日。いたよね、あれ、俺。その当時は別に何も思ってなかったけど、今考えたら、すごいなって思う。思う。俺、絶対無理だ。毎月はすごいよね。うん。今の俺は無理。なんかさ、逆に、まあ、今は俺がそうだからっていうのもあるけど、うん。仮にじゃ彼女がいるとして、うん。ただその子も、まあ、1ヶ月目は大事か。わかんないけど、うん。それ以降とかは、うん。本当に LINE とかでいい、まあ。もし会わなかったら今日は何とかけてたね。いつもありがとうね。ぐらいの方がいいと思う、俺。逆に。なんか半年、1年、2年、3年みたいな感じかも。うん。そう、コメント今、疲れそうっていうのがコメントは今あったんだけど、そう。そう、疲れそう。疲れるぐらいならさ、やっぱちょっとラフなぐらいがいいや。うん。1ヶ月って早いよね。早い。1ヶ月経つの早い。うん。めちゃめちゃ急にガチの恋愛の話するっていう。確かに。まあ、たまにはね。こんな話だって俺多分オオカミのメンバーだったら、うん、あんま俺できるやついないし、インスタライブってふざけちゃうじゃん。確かにインスタライブふざけちゃうよね。今日はふざけに来てないのよ。今日はふざけに来てない。そうなの、うん、え、結構ふざけに来てる感じだと思ったんだけど。嘘だって。あ、そういう感じにしてみる一回じゃあ。いいよ。いや、しないよ、やめて。いや、1ヶ月ごとに。何、いいよ、喋って。1ヶ月ごとにさ、覚えてくれてるのってすごくない？ LINE でも。普通男のさ、方って忘れちゃうじゃん。あ、昨日だっけ、今日だっけ、みたいな。あー。あ、その記念日のこと？うん。あー、ごめん、遅かった。はいはいはい、どうぞ。え、なになに、記念日なんか言いかけたかなと思って。うん、1ヶ月は大事にしちゃう。まあ1ヶ月目はね、来週ツナの日来るよ。あ、ね、ちょっと待って、私のいいところは、そうだよ、聞いてない。尊敬してるところは言ってよ。リョーカの尊敬してるところ、うん、3時間ぐらいかかっちゃうな。3時間ぐらいかかっちゃうな、これ。大丈夫かな、うん、いいよ。インスタライブ制限時間あるしな。いや、早く言えよ。ね。その年で、ちゃんとしてるところ。うん、なんかすごい今薄いみたいになっちゃってるけど、これは本当に俺の4年前を想像したらこんなんじゃなかったから、りょうかみたいな。俺はもっとなんていうの、ふざけてたっていうか、あんまちゃんとしてなかったから、夢もないし。4年前だったら、あ、大学だ。あ、ちょうどそのそれこそジュノンボイ受けたんだけど、その時期だったから、うん、その時別に興味本位で受けただけだったから、夢もない、やりたいこともない、何もない、で勉強もできない、友達しかいないみたいな感じだったから、その年の今の良化を見て、仕事 めっちゃ頑張ってるし、この前取材でも言ったけど、そのなんかいつも子供っぽいとこばっか出してふざけてるだけかと思いきや、やるとこでちゃんとやるみたいな、意外としっかりしてるっていう、うん、ここはたまに見せてくる大人の部分はすごい尊敬できるし、いいなって思うところだね、うん、だって
俺にはない部分か、それは。え、何？俺にはない部分、それは。うん。羨ましいなって思う。よし、こんな感じね。すごいさ、質問をね、今ね、質問箱からね、探してんのね。うん。なんかすごい、なんかやりたくない。例えばなんか、告白の再現してほしいとか。いやだ。難しいですね。インスタライブで告白再現は難しいですね。そう。それすごい嫌なんだよね。だから。あ、これいいわ。つなくんが真面目に喋ってる。当たり前やろって。ありがとう。読めるのおすすめは？え、今に2個出てる。あ、決まった。決まった。待って、名前なんだっけな。名前なんだっけ。オッケー。せーので言ってみる？せー、え、待って。ちょっと待って。いいよ、行こう。え、2個あるんだけど。1個目いいよね。いいよ。せーの、ジェットコー。で、こう。同じや。ごめん、俺はバンデットって言いそうになっちゃった。そう。はい、ジェットコー。ジェットコー。いや、あのジェットコーはね、めちゃめちゃ楽しい。長い、うん、とにかく。そうそう、長いのあれ、めっちゃ面白いの。ディズニーとかも行くけど、あそこまで長い乗りジェットコーは初めて会った、俺。え、結構長いジェットコー。ずっと結構ちゃんと速いやん。うん、そうなの。で、すごい、一体というか。痛くないんだけど。うん。こう。俺は痛かったよ。俺はね。こんな。え、嘘。うちではつなくんが悪かったの。私が悪いのか。たまになんだよね、これお互い。もう一個。あの、うちはあれ、スカイダなんとかリバー。どあの浮き輪のやつ、あーのどっちだのど、ど2つあったやん、濡れる系濡れない方、あのウォータースライダーのやつ、あーあれね、めちゃめちゃ良かった、あれ楽しかった、あれめっちゃ楽しかった、俺でも濡れる方が楽しかったかも。ちょっと待って、あいつ悪い？ちょっと Wi-Fi 切ってみる。いいよ。乗った？どう？乗った。わかんない。いや、まだ画質は悪い。ツーナ。お、チョコいる。いい、お、待って、コンペじゃん、コンペ、おい、コンペ、え、お、ほんまや、樋口コンペ、こいつはいらんわ、樋口は、もう来たよ、樋口はいらん、ウィーだって、ウィーだって、一番いらん、ウィー、樋口だけはいらん、ほんと樋口だけは本当にいらない、こいつだけいらないわ、本当にいらないよね、なんね、もうちょっと俺もうこいつ追放していい、ちょっとなんか腹立って、追放しよう、追放しよう、いつも追放させられる、点々をして、ブロックっていうのがあるわ、ブロックでいいのかな、あ、いいよいいよ、ブロック、ブロックしちゃう、ブロック完了、お疲れ様です、だってチョコシール、お疲れ様です、お疲れ様です、
愛してるゲームしてください。絶対しません。いろいろ考えるはそんなこと言うならあるおよよこ怖いな。めっちゃ怖いじゃん。手出してくるじゃん。小平くんめっちゃ怖いじゃん。どうしたん。怖いよ。今日の綱くんは大人ですね。ありがとう。首かしげんのやめてよ。え、何気に食わん。きっしょ。何そんなこと言うんだよ。よかった。じゃあ愛してるゲームしよう。やんないよ、絶対に。大人じゃないよ。いいよ。俺じゃあもう一回って言う方に俺じゃあ。それならやってあげる。え？いや、多分、つなくの愛してるはみんな聞きたいんだと思う。いや、ごめん。じゃあやんないわ。それならやんない。愛してるって言われたら俺がもう一回ってやつならやってあげてもいいよ。え、つなくの愛してる聞きたいって。いいよ、それは俺が一人の時にやる。俺が一人のインスタライブの時に聞かせる。愛してるって言ってくれないんだ。まあまああと一回だけやるかじゃ。あ、こいつだるいわ。明日ファンの方とのコラボ配信を考えてるので皆さん来てください。こいつめっちゃ宣伝すんじゃん。しかも俺のパクリやんけ、こいつ。みんなどころかしらからで宣伝してるよね。ね、俺もしたけど。俺の見たファンの方とコラボするやつ。見てない。全然見てくれてないじゃん。もう全然見てくれてないじゃん。アーカイブ残したのちょっと見たよ。とかよ。それ見てたら見てるはずなんだけどな、アーカイブ見てんなら。ねえ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 、来て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 。あのさ、つなくん、ね、近い。ごめーんす。あの、つなくんがさ、その、やったやつでさ、うん、うちのところにさ、あの、私と同じ年の子がさ、やった時に、あ、りょうかと同じ年じゃんみたいな、つなくんが言ってましたっていう動画さ、送ってきてくれた子いた。あー、わかる？それすんごいメンション来た。来た？うん、すごい来た。言ってましたって言って、うーんって、うん、うーんってなった。うーんって確かに4人、4人の方とコラボして、最初3人が女性の方だったのね。で、4人目が男性来て、和樹、確か和樹くんっていう名前だったんだけど、うん、その子がりょうかと同い年だった。へぇー。そこでなんか俺がポロッと、あ、りょうかと同い年ですねって言ったやつをすごいみんな聞いてて、すごい、そうそう。すごいよね、みんな。そうやってわざわざ送ってきてくれるの嬉しい。もう、すごい。すごい。語彙力。語彙力。いやー、すごいよね、なんか、うん、すごい。ちょっとしたことですごいメンションしてくるから、こっちもなんかね、嬉しいし、意識も変わるし。うん。これってアーカイブ残しますか？ちょっと残そうかなと思ってます。どんくらいか分かんないけど。愛してるゲームだっていいよ。やろうか。じゃあ、そっちが言うんだって。やだ。じゃあ、俺もやだよ。やだ。じゃあ、これ、やだゲームじゃないのよ、これ。愛してるゲーム。やだゲームやってないから。うん。うん。うん。待ってるゲームだから、これ。じゃあ、俺も待ってる。早くしてよ。で、俺がもう一回言うから。その後で逆パターンやってあげるから。なんで先なの？つなげないよ。いや、俺が先やんちゃうといいのね。じゃあ後の方が大変だよ。これ後の方が愛してるというか大変。いいのね。じゃあ、いやだ。俺は気使ったんだよ、そこに。そうなの、ありがとう。うん、優しい。いいよ。
ちょ、俺申し訳ないけど、俺愛してるとか言われても全然なんもないから永遠にできちゃう。俺もう一回って大丈夫かなこれ、尺的にあと8分で終わっちゃうけど。あ、そう、皆さん確かに1時間なんで、そういう問題あるよね。うん、うん、いいよ。何があってもだってね、笑わないしね、うん、崩れないんだもんね。1ミリでも効果が上がったら負けにしようじゃん。え、言ってる方はいいんでしょ。言ってる方もなの。ダメ、どっちも。そうなの。もう始まってるから、これがデフォでいい。あ、何これがデフォでいい。ダメに決まってんじゃん、なんでそれがデフォなんだよ。早くしてよ。うん、愛してる。もう一回、愛してる。ケイト愛してる。そっか、もう一回。負けね、終了、負け。ちょっと俺これアーカイブ残すのやめよっかな。うん、やめよう。っていうぐらいはずいわ。何してんの本当に、うん、終了、愛してるけど終了。あと7分だよ。かい、2人ともダメじゃん、わらわら。いや、それな。ちなみに、りょうか、最初からにちょっと効果が上がってたからな。そういう顔なんだよね。うん、困っちゃうな。困っちゃうな。やめて。困っちゃう。何でも拾うのやめて。拾わせて。髪伸びてるスナ君、正解。いや、あれスナ君だって。コメント欄が結構荒れてる。コメントがもう大荒れしてるよ。ザブンザブン、うん、ザブンザブンで、ね、妻の番で大荒れしとるやん。うん、ね、これやんなかったら俺なんかもう鬼もうぶったたかれそうだから、やっとこう俺こういうのマジできちゃうんだよね、申し訳ないけど。なんか別にオッケーオッケー、うちもこういうの全然さ、うん、いけるんだよね、聞く方とかは、ね、愛してる、うん、もう一回愛してる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 、もう一回 I love you、 もう一回愛してる、愛してる、もう一回愛してる。なんか強いわで違うんだよな、ネタに入っちゃったんだよな。こういうこと、こういうこと。ネタ、ネタ走ってないよ全然俺。基本さ効果が上がってね、量があって。そうそう、だから元の顔なのよ。ちょっとコメントがすごい感情を込めて荒れてるわ。感情込めたらにやけますよ、そりゃ。当たり前に。I love you 声出して笑ったらって嬉しい。ありがとうございます。これは違う。おかしいな、すごい今日俺責められてるな。こんなつもりじゃなかったんだけどな。照れちゃうんだよね、仕方ないよね、うん、そんな大勢の前でやることじゃないしね。そうだよ、二人の時にやるものだから。うん、抑えちゃったね。うん、二人前よ。ツナ君何してても、あ、あと4分、やばっ、時間ないじゃん。あれやろう、半顔やろうよ。これ縦にしてさ、横にしてさ、いくぞ。
そうそうそう。いいよ。じゃあコメントオフするか。そうだね、確かに。スクショタイムみたいなのしないと。一旦コメントオフしますよ。ちょっと髪が長い。どうしたらいい？いや、いい感じ。うん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 。うん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 。もっと下がればいいの？うん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 。てか顔ちっちゃいな。目の位置が全然違う。合わせてんのに。いや、多分あれだね。近づいてる。あれじゃない？近づいてる。いや、違う。だって、違うよ。いいよ。止ま、じゃあ、りょうが止まってて、そこで。はい。うん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 、いけた？うん、てか似てるな。あったよね、似てるみたいな顔。あ、見た？俺もツイッターで見たんだよね。私も見た。似てたわ。シュールだな。コメントオンにした一発目のコメントがマグロくんだった。なんですかそんな。似てるだって。マグロくん。マグロくんで普及されてて。違います、やめてください。一生オスだって。イエーイ、やったやった。約束、約束ですよ。言ったかんな。うん、言ったかんな。許さないかんな。橋本かんな。言ったかんな。いやー、ガッキーの結婚はびっくりしたね。いやー、本当にびっくりしましたね。僕はすんごい、その時ちょっと稽古だったんですけど、すんごい、はい、みんな荒れてました。うん。あー、やっぱそうですよね。星野源さん、もう。すごいですよね。やっぱドラマでの共演ってでかいんですよね。いや、でかいですね。びっくりしましたね。TikTok もその日、それしか流れてこなかったからね。私もです。すごいびっくりしました。ハッシュタグガッキーロストトレンド入りしてたもんね。うん、どんなよ。本当にそう。いやねーって。うん、早いな、もう1時間経ったんだ。マグロとリョウカちゃんの可愛さ違うねだって。どういうこと？ごめんごめん、どういうことそれ。何やんちゃうよ。近い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 。離れて。ごめんね。あ、見た、もう見た見た。モックもさ、楽器ロスしてたのめっちゃ見た。俺も見た、なんか回ってきた。流れてきた。ずっと好きで見てて、みたいな。めっちゃ見たわ。めちゃめちゃ可愛かった。もう1時間ね、早いね。あ、1時間だ、早いね。インスタライブってさ、時間経つスピード異常に速くなるからさ、うん、なんかもし一生インスタライブやってたら、なんか人生半分ぐらい損するよね。っていうぐらい速くない、時間経つの。うん、本当に楽しい、時間経つなっていうの。特に誰かとコラボしてるとめっちゃ速いんだけど。え、わかる、めっちゃ速いよね。普通の時の流れだけどさ、ね、しかもさ、やっとできたね。やっとできたね、本当にね。あの、お待たせ。待ったよ。申し訳ない。青空もやって、チョコミチもやってたから、あかん、やばいってなってね、速攻ラインしたもんね。そう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 。めっちゃごめん、待たして。スケジュール確認するね、つって。そうそうそう。
やっと今日会いました。お待たせしました。皆さん楽しみにしてくださってた。お待たせしました。ただのテレビ電話みたいな内容。はい、本当すいません。こんな内容のインスタライブをこんな最後まで見てくれて本当にありがとうございます。うん、本当にありがとうございます。ということで、まあ、1時間っていうのあれがあるので。そう、1時間っていう縛りがあるので。ね。縛りとか言わないの。1時間楽しかった。なんか最後感想言って。じゃあ俺この後まだちょっと5分ぐらいやるからさ、一人で。オッケー。と感想と、やっとできてすごく楽しかったです。はい、まあ、NG ワードがポンコツすぎた、あのお話にならなかったっていうのがあったので、まあちょっと鍛えててほしいなと思います。うん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 。あー、なるほど。ごめんごめん。あれ、今俺頼んだのってこのインスタライブの締めのコメントを頼んだんだよね。うん、が締めかな。あんまりじゃあなんか俺に喧嘩売るみたいなコメントになっちゃってるけど大丈夫。まあ、津田くんのいいところもね、やっぱりたくさん見れて相変わらず面白かったので、本当にね、このインスタライブは津田くんの良さも出ててとてもいいインスタライブになったと思います。皆さん最後まで見てくれて本当にありがとうございました。またね、それぞれでもね、インスタライブとかね、いろんな人とコラボしたりね、一人でやったりしたりねするので、ぜひ皆さん見てください。ありがとうございました。いい、ありがとう、りょうか。うん、ありがとう。ありがとうね。うん、じゃあまたね。またね。バイバイ。またやろうね。うん、またやろうね。お疲れ。皆さんありがとうございました。バイバイ。今の僕の投げキッスが届いたのか否や。ちょっとなんで僕が。終わっちゃってるじゃん。その結構宣伝があったんですけど、どうなんだ。そう、来週あざとくて何が悪いのにまた出させていただきます。2回目この報告をしたくてちょっと延長しました。あ、なんか良いことあったんだよな。だっけな。ローカちゃんといる時のツナ君が素敵で、ツナローカのクイチ君が好きです。ありがとう。ってことは空もピンポン。ツナ君肌の治安良すぎてやばい。いや、肌の治安めっちゃいいんですよ。そう、たくさんテレビ出てねって頑張ります。このスウェット可愛くないですか。セットアップでプレゼントでいただいたんです。今日事務所に行って、あ、そうそうだ、今日事務所に行って手紙とプレゼント受け取りました。送ってくださった皆さん本当にありがとうございます。手紙どこに送ればいいんですか、手紙プレゼントどこに送ればいいんですかっていう DM とかよく来るんですけど、事務所に送っていただければです。そう、そこで今日これも受け取ったんですけど、手紙も読んでるし本当に元気もらってます。ブロマイドもね、買ったよっていうコメントが結構、コメントじゃない、メンション DM でたくさん来るので本当にありがとうございます。まあ、全然毎月買ってたら多分あのね、お金もいろいろあると思うんで。お、今月のツナのブロマイドかっこいい、いいねって思った月だけでもいいんで、よかったらお家に持って帰ってください。ということで本日ツナルカライブだったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあなんか
いつものインスタライブとは違って結構本当に全然ふざけてない、なんかすいません、逆にすいませんって感じなんですけど、まあたまにはこういう感じも、まあ、ちょっと落ち着いたインスタライブもやってみました、やってみましたっていうか、これがつなる科の空気感なのかなっていう、まあまたやれたらいいなっていう感じで、他のメンバーともやりたいなと思っておりますので、ぜひ見に来てください。そして舞台タンブリングが6月にあります。チケット発見したよっていうメンションがたくさん来ております、ありがとうございます。まあ本当絶賛稽古中でですね、もう今詰めまくってるところです。もうこれに関しては自分で言えるぐらい、もう頑張ってますなので、これはもう期待して楽しみに待っていてください。あとは6月18日公開の初からの魔法、こちら青綱の共演となっております。こちらね、まあ、まだ1ヶ月弱先になりますけども、よかったらぜひ劇場で見てください。ということで皆さんありがとうございました。今日も1時間も長いライブずっと行ってくださった方もありがとうございます。前回のメンションしてる人を認知してますよみたいなこと言ったら、すごいメンションの量が倍ぐらいになって、皆さんすごい僕のこと言葉聞いてくれてるなと思ってありがとうございます。引き続きメンションもコメントも DM もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。この後あのインスタ投稿するんで、ぜひコメントとかいいねとかお願いします。またねー、おやすみー。